R&B。 そうだね、もうミュージシャン。高校ダンスの大会はこのタイプの振り付けの学校は非常に少ない。最後の終わり方とかすごい特徴的だよね。こんにちは、スタジオフェイス宮田武雄です。アシスタントの桜井理央奈です。このチャンネルではダンスに関するさまざまな知識を解説したり実践したりしていきます。皆様チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。今回は第11回全日本高等学校チームダンス選手権大会を見ましょう。はい、じゃあ次にねご紹介したいのは福岡工業大学附属上等高等学校。はい、長いな。上等高等学校でいいかな、もう上等高等学校、うん、はい、はい、福岡工業大学附属、うん、なるほど、福岡の学校ってことですね。はい、さっき俺大阪で福井の学校、福井とかいう学校ちょっとややこしい。これは分かりやすいな。福岡の上等高等学校、はい、はい、ちょっと見てみましょう。宇多田ヒカルだよね。そうですよね、リミックスしてるんですか。そうだね、うんうん、R&B。 そうだね、あ、うん、全部女の子だよねきっとね。そうですね、うん、もうミュージシャン、フォーメーションの移動が絶妙ですね。すごい、うん、珍しいね、うん、なるほど、珍しい、うん、この構成すごい、なんか歌詞が分かるからすごい伝わってきます、うん、あ、確かに日本語の歌詞だと日本人はね、うん、すごい聞きやすいし、うん、見やすい、共鳴しやすいよね、うん、なんか宇多田ヒカルの歌い方ってやっぱなんかすごいね。ちょっとなんか来ない、なんか、うん、なんかちょっとなんか、うん、来るよね、うん、なんかちょっと震えたような、うん、歌い方するね、うん、どうすかねここは。いや、いいですね、 R&B 私結構好きなので、うん、なんかねこの大会に限らないと思うんだけど、高校ダンスの大会はこのタイプの振り付けの学校は非常に少ない。うん、あるんだけど非常に少ないです。なんでか理由はちょっと僕には分かんないけど、まあ、多分一つには部活って結構伝統主義だったりするから、やっぱ先輩から引き継いで、だからあ、そうですね、うん、ロッキンやってたらずっとロッキンやっていくみたいな、そういうのきっとあると思うんだよね、うん、で比較的新しいタイプのさ、うん、やり方だからっていうのはちょっとあると思うけど、でもあんまいないんだよね。うん、だからそういう中では全体の中ですごい少ないからちょっといい感じ、なんか目立て、目立つ目立つ、うんうん、あれいいですね、なんか2人がこうやってやるところっていうところ、なんかパチンってやってるとなんかうおーってなりました。どこなんだろう、気持ちが気持ちが、うん、おーって、どこだったかな。最後の終わり方とかすごい特徴的だよね、うん、なんか残りますね、記憶に。ちょっともう一回見てみようか。はい、うん、まだどういう感じで来るかまだ分かんない、
一人みんなみたいなの結構多いけど、それがまたなんかすごい上手、展開がすごい自然、ね、自然にね人がこうやって、これ本当珍しい終わり方だね。もういいね、すごいいいよね、最後いいよね、すごい、顔見合わせて、ただね俺ちょっと記憶が正しければなんだけど、これ前の方で俺見てるじゃない、審査員席が前の方だから、って思ったのはね、確かこの子たち満面の笑みで落としたのよ、笑いながら。それはちょっと違うなと思って、この曲で最初からすごい笑顔で踊ってたから、それは違くねって俺ちょっと思ったんだよね。ちょっと切ないところはこう、そう切ない顔もありですね、それはやっぱ曲に合わせてさ、やっぱり表情も変えていってほしいじゃない、全体で表現だからね、やっぱ、そうですね、表情も大事ですね、思った、表情大事、特にこういうダンスだと、そうそれは思ったな、確か、やっぱ表情とかも点数に入るんですか？いや、相対入んないけど、でも特にこういう楽曲だとちょっと違和感が残っちゃうじゃない、あ、この始まりであんな笑顔みたいなさ、近くで見てるとね、特に。でもそれはやっぱ入る入んないって言ったら入るけど、重要性ではちょっと低いかもしれないけど、そうなんですね、いや僕の見方だよ、やっぱダンスで見てるから、顔で見てるわけじゃないから、でもやっぱ全体で人間の体全部で表現してるわけだから、顔も含めだよね、やっぱそこは、それだけ一点だけちょっと思ったかな、確かに表情大事ですよね、大事だよね、大事です、表情とかで見てる人は結構引っ張られるじゃん、気持ちを、まあでもなんかすごい、なんか他とはちょっと違うテイスト、いいですね、はい、ということで、ちょっと待って、ここは上等でしょう、これ仙台4、9、10、9、10、いろいろありますね、ありますね、はい、はい、ということでね、今回見たのは福岡工業大学附属上等高等学校でした、すごい、見るのが大変皆様ご視聴ありがとうございました。関連情報や続きの動画については下のコメント欄にリンクが貼ってあります、皆様ぜひチェックしてください。またダンスに関する質問も受け付けております。お気軽にお寄せください。皆様チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。